他半とも言われているタイの国民的アイドルに密着。日本滞在中に和のおもてなしをしてきました。端正な顔から滴り落ちる汗、激しいダンスを披露するこの男性は、君をずっと幸せに風にそっと歌うよ。福山雅治さんの桜坂を甘い歌声でカバーし、今タイの福山雅治とも呼ばれているジェームス・ジラユさんです。日本での本格デビューはこれからですが、タイでは母国では知らない人はいないとまで言われている国民的スターのジラユさん、5000人のファンがペンライト片手に熱狂。9月には東京ガールズコレクションにも出演するなど、世界的スターへの道を歩み始めたタイの国民的スターとは一体どんな人物なのか。来日していたジラユさんを和食料理店でおもてなし、話を聞いちゃいました。こんにちは、はじめまして、ジェームス・ジラユです。よろしくお願いします。まずジラユさんが語ってくれたのは日本の魅力。日本人のファンは可愛い。みんな僕のことを知らなくても手を振って喜んでくれて、サインや写真を求めてくれる。日本の文化が好き。日本の街は綺麗ですから。来年春の日本デビューに向けて、忙しいスケジュールの合間を縫い、日本語の勉強にも取り組んでいるジラユさん。かきこけこさしすせそ。日本の文化にも興味津々のジラユさん。この器もそうですね。これは大根だし、刺身が盛られた器が大根などでできているのが不思議だというのです。誰も食べないなら家に持って帰ってもいいですか？まあ私で大丈夫ですよ。次に出てきたのは大好物のしゃぶしゃぶ。お湯が温まるまで待ちきれないのか。まだ食べられません。待たなきゃ。まだ湧いてないけど、僕の心はもう温まる。せっかくなので人生初の食レポに挑戦。口の中で溶けます。すごく美味しいです。本当に美味しいですよ。次々と料理を口に運ぶジラユさんですが、ある悩みが。日本であんまり良くないこともあるんですよ。服がだんだんきつくなってくるんです。何でも美味しいから。なんと2ヶ月間の日本滞在中に太ってしまったというジラユさん。そんなことは気にしない。微笑みの国タイのスターはいつでも微笑んでいました。正直に言います、日本愛してる。